特技が見つかったことです。最後は将来の夢が見つかったことです。ダンス以外にも相手の目を見て挨拶をすることの大切さと人との接し方を教えてもらいました。私は GM に入って自然と集中力が上がりました。そのおかげで学校の先生の話や勉強に集中することができるようになりました。私が一番輝ける場所です。恥ずかしがり屋だった私でも今では人前で楽しく踊っています。私は GM に入って6年が経ちます。その6年間でダンスを通していろいろなことを教わり、少しずつ自分が変わっていきました。うまく踊れなくて落ち込んだこともあります。ですが先生や家族が応援してくれたので続けてくることができました。諦めない強い心と努力する力が身についたと思います。これからもダンスを楽しみたいと思います。